今取ってるこの覆輪の入った植物はですね、アガベのピンキーです。まあアガベのピンキーはなかなか品物が増えなくて、世の中に、まあ、出回らないっていう、まあそういう品ですけども、まあ何年か前にはこれをですね組織培養、まあ、業者に頼んでっていう方がいて、まあその時には多少苗ができてたんですけど、その方が亡くなってしまってですね、後が続かなくなってしまって、まあ現在非常に品薄で、まあ品薄っていうかほとんど出回らない、まあもう出回らないってことが分かってるっていうことで、ある程度の大きさの品を持ってる人は、まあそれを出さない、まあ、売らないってことですね。まあそれなので欲しくても、手に入らない。まあこれ今拡大して撮ってますから、まあそこそこ画面上では大きく見えると思うんですけど、実際の大きさはですね、ここにピンセットがありますけど、今ちょっとピンと合ってませんけど、私の親指です。ですから、まあ、実際にはこの葉っぱの右から左側の大きさでも、そうですね、1.5 センチぐらいですかね。非常に小さい苗です。で、葉っぱがですね、1、2、3、4、まあ4枚あって、まあ中に小さな葉っぱがあるんですけど、まあ、とりあえず5枚ってことですね。で、これ今ピンセットに載せてありますけど、もう切ってありましてですね、もう根っことかは切ってありまして、こんな状態ですね。まあ、これが私の指ですから、まあ、この大きさですね。ちょっと今ピンと合わせられないっていうか、一旦置きますね。こんな感じですね。こんな感じです。まあ根っこのところを切ってしまってですね、これから消毒して瓶に入れるっていう、まあそういう作業をやるわけですけど、まあこのピンキーはなかなか小吹きしないってことで、ほとんどまあ増えない、自然界では増えなくてですね、強制的にまあある程度の大きさのものを芯を止めたりですね、縦割りにして小吹きさせるようですけども、まあなかなかそれが根が出て育つまでには年数がかかるようで、まあ本当に品物が出回らないって言ってましたね。まあですからこの後消毒してですね、まあ瓶に入れようと思ってます。